もうちょっとすると僕もあれ行くんですよ。大阪いつもね。車で今回行こうかなと思って。いや、ほんと唐突で本当にあれなんですけど、それってお邪魔することってできますか？マジっすか？やめてもいいっすよ。そうは言ってみたものの、シャレで。はいはい、あ、結構大変だから、多分山に登るって、金剛山っていう大阪の山はもちろん登りますけど、はいはい、山に登るより運転してるっていう感じの旅になっちゃうんですよ。あ、だと思ってる。だいぶ。今文山様をね迎えに行こうと思っております。行きも帰りも多分それぞれ10時間以上下道で埼玉から大阪の方までのんびりのんびりあっちの方まで行ってみようということで、でその企画を聞いて無理やりね私も行きたいですっていうそしたらかなり戸惑いながらなんとか了承していただいたということで、ではこのまま進んでいきましょう。よろしくお願いします。今回は長いですがいや1時過ぎても来ないから今日もなんか別のとこ行っちゃったかなと思ってじゃあすいませんが大阪までよろしくお願いしますパワーワードじゃあナビの目的地はもう関西の駐車場、明神山登山者用駐車場。あ、そうですね、そうですね、はい、12時間1分ということで、いただきます。うまい。たまたま倒れてる木があって、その木の向こう側にいたんですよね、たまたま。それがこう、なんつうのかな、相手も注意力ちょっとそがれた感あって気づけない感じ、はあ、でもなんか察知したみたい。でもなんか察知したみたい。ちょっと待ってください。パンク。これ確認した。左後ろですもんね。うん、左後ろな感がする。そこにセブンがある。膨張することを考えてちょっとパンパンに入れすぎちゃってる。夏ちょっと落としますもんね、スーツ。はい。ちょっとジュース買ってきます。コスさん、何のジュース？コーラで。すいません。いい。緩んでない。緩んでないですか、他は。お疲れ様です。いただきます。最高です。東京ですね、まだ。まだ東京です。おかしいですね。ガソリンをマックスにしていこうと思います。あ、はいはいはい。逆だ。うん。すみません。いやいや。お疲れ様でした。お疲れ様です。でも疲れてるんじゃないですか。急行の向きなかなか間違えないじゃないですか。やらかすんですよ。あ、そうですか。前の車にもちょっとまだ感覚が残ってて、あ、自家用車で高速使わないで下道で行くっていう企画は、あ、プンさんは何て言ってたんですか。あ、いや別に、あ、そうって感じじゃないですか。でも下道で鹿児島まで前行って
ってるから。あ、バグっちゃってるって感じですね。すごいこと言う。さらっと言う。あの寝ることを前提に考えたらちょっと車の横とかじゃない方がいいのかもしれないし、お疲れ様です。お疲れ様です。あと1時間7分なんですね。ああ、現地まで。はい、まあそうですよね、近いですよね。いや、でも行かない方がいいですよ。寝ましょうよ。からちょっとずれる感じで道の駅がラストがあるんですね。ラスト、ああ、それ寝た後の話で、寝て、いや、年なんか僕だってこの次の道の駅行かないですよね。紙取りますか。うん、紙取った方がいい。運転怪しいですもん。うん、すいません。いえいえ、だから寝た方がいいですよ。いや、1時間とかでも全然 寝れば回復するし、もっと寝るなら全然寝てもいいし、先急ぐ意味があまりないと思いますけど、ね、そろそろあれします、行きますか、うん、ここである程度やってか、ここでやってきます。それは賢いですよね。はい。寝れました？大丈夫ですか？はい。しっかりと。うん、美味しい。酒持ってた悩ましいんですよね。酒持ってきてるんですけど、これ大阪のお酒なんですよ。ああ、そうなんです。いや、絶対ネタとしては欲しいやつじゃないですか。あ、瓶なんだよな。持つか。右方向です。もしよかったら。ありがとうございます。昨日は結局1時ぐらいに道の駅に着いて、とりあえず5時まで、はあ、自分何回か起きた時に毎回プンヤマさんもこう起きてたんで。あ、そうですか。ずっと起きてました。結構起きてたけど、でも後半あの 3時半から5時ぐらいは寝たんと思いますよ。天気いいですね。うん、関東より暑いらしいですから。昨日一昨日もう一日前、その3日間はその僕がいつも会ってるおじさん登ってたと思うんですよ。はいはいはい。明日登るかわからないから、はいはい、そのおじさんに会えない、しかもイベントも別に誰も来ないっていうパターンがまあそれはそれでって感じですけど、イベントはきついなと思ってますよ。でもさすがにいいとこですね、随分。そうですね。
お疲れ様でした。ありがとうございます。しました大変お待たせしました。いやいやいや。ハイキングコースだからな、ここもうみんな手ぶらで行ってますからね。これ何なんですかね登山を開始しました。現在の時刻は8時49分です。30キロですね。そうそう、29点何キロですね。12時間ぐらい見てもらわないとダメかもしれない、はいですよ。ああ。こんな暑いに決まってる。眠くないですか？大丈夫です。おお。こんにちは。山頂っていうのはどこなんだ？一応ここにありますね。初めてですか？初めてです。海のちょっと向こうにな、はあ、こう陸と陸のこう、はいはい、あれが明石大橋です。だから天気良かったら見える。今日はちょっとあかんな。もうそろそろやな。秋分の日ぐらいになったらな。明石大橋の真ん中に夕日が落ちる。もう知ってる人はよ、知ってる。正月のな、元旦はここ満タン。初日の出を見る。ありがとうございます。ユニバーサルスタジオジャパンだ。安倍の遥かです。ああ、あれですね。本当だ、すごい見えますね。見えますね。アベノハルカスはくっきり見える。やっぱあれのようですね。あの上にポコポコは、はい、あ、奥の、はい、はい、で、その手前にピークあるじゃないですか、はいはい、あれが二条山って言って、ここも通っていくんですね、そこのピーク、はいはい、あの、埼玉、はい。では今から金剛山に向かおうと思います。ぐるっとちょうどあの自分車の位置を変えて、横作業車からの考えて、ダメなのかなと思ったらちょうど乗りたんで、あの力降りれるっていう、この階段ですか。いや、いいとこでしたね。いいとこですね。やめた方がいいやつですかね。まあ、蜘蛛の巣地獄ではあると、戻ったら方が無難っちゃ無難だよな。どうしましょうか、行きます？行ってみます。行きますか。どこまでですかね。
やあ。時効は250mです。やばいな、これ。まだ大トレの起点にさえ来てない。はい、ドンズルボ出入り口、このフェンスの横です。ここきつい。これもう自分の横幅だと通れないですよ。あ、すいません、間違えました。これは分からないです。こんなんばっかな。多分大丈夫だと思う。はいはい。ひよ。トンツル棒ここなんだ。ここなんですか。うん、はあ。トンツル棒154m。え、じゃあ先に進みましょう。あれが二条さんじゃないかな。すげえ。すごいですね。すごいですね。うん。なんか海の中って感じです。ああ。はい。ダイヤモンドトレイル石板、こう左側にあるはずらしいんですよ。そうそう、ドンツルボーはルートじゃないけど起点ってことで、はい、あっちに進むんですけど、その石板は山側にあるらしいんですよ。この辺なんじゃないかな。なんか草かき分けないとない時があるみたいなこと書いてある。あれだ、一番根っこにあるんだ。やっとダイヤモンドトレイル来てんだよ。こっからダイヤモンドトレイル始まります。はい、大阪府に入ります。ダイヤモンドトレイル、いや、登ってきました。プン山様はどこでしょう。あ、でも二神さんまで僕引いちゃってるから、その尾だけ目だけ確か行きで、だからそこを巻いていいと思うから。大トレって巻いてるんですよ、そもそも。あ、そうなの。はい、大トレは巻いてるけど、取れるから取ろうかなと思って。だから巻いちゃえば、もうちょっと。オスもメスも。両方巻こうと思って。葛城山公園の方まで来てもらえれば、うん、自分が電車で乗って駐車場行って、あの、迎えに行くこともできちゃうんです。迎えに行く。いや、二人でやっぱ、あの、戻ればいいですよ。で、風呂入って、で、明日揃って千早赤坂から、それ10キロぐらいなんですよ。あ、10キロ、嘘だ、10何キロ、14、5キロ。進みますか。いやいやいや、開いた。
あれかな。まだまだダメかもしれん。はあ、目の前にも階段がある。ダメかもしれん。つらい。よし、頑張ろう。そう、ベンチが。お待たせしました。ええー、もう二条山で下りましょうよ。もう僕も、ね、僕も疲れちゃいましたよ。申し訳ない。いや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 。夏はダメだ。夏きついっすよ。ちょっとコップに氷入れますか。多分、ヤブ攻撃ばっかしてるんで、ちょっと。ああ。ありがとうございます。そのくらいです。あ、もういいです、もういいです。やっぱり冷たいって重要なんですね。重要ですね。あれ、何が重いんだろうね。水分でも相当、だって、梅サイダーって何リットルですか ?1.5。で、水が ?1.3。お茶が500。コーラが250。お酒が700。お酒持ってきたのか持ってきたんです。それ、辛いですね。すいません。まあ、テント、もろもろ重いですからね。テントが多分トータル 2.1 ぐらいぐらい。バッテリー類もすごい重いから。バッテリーでも3つ。体力が単純になさすぎて。な、体力はある。道の駅、千早、赤坂、車中泊は、はい、そこまでは一体、たどり着きたいから。二人で行く必要もないので。そういうこと？ピックアップしてもらうってことですか？そうですね。道の駅二上あたりで。それはわかりました。全荷物をちょっと持って待ってもらって。あ、いいですよ、いいですよ。それは。で、二上から駅まで、あ、バス？あ、バス停まで歩くんですか？駅まで歩くんですか？バスがあるかどうかわかんないので、なかったら普通に走って、駅まで行って。スイカは使えますよね、多分。多分スイカ使えると思いますよ。お金も持ってきてないんで。はい、お金は渡しておきますもん、念のため。じゃあ行きますか。はい。ここかな？ここっぽいですね。嘘だ、もうちょい先なんだ。ここ別分岐だ。あともうちょっと登んだ。あ、大トレのプレートだ。二つ目。あ、ここですよね、きっと。あそこに置きます？ああ、そうです。今、奥の方のやつかな。はい、適当に、はい、行きましょう。はい、あ、はい。目だけめっちゃ近い。ここだけは結構。はい。あ、ここですか？じゃあ、めすりますか。めすりましょう。はい。言い方。もうちょっと奥にでも鳥居があるみたいですよ。そこだけ、本当はあと少しみたいなんで、ちょっと軽く行ってきてください。わかりました。目だけ行ってみて。はい。ああ、立派な。こんなのがあるとは。かなりしっかりしたやつが何個も。なんだこれ。すげえな。暑い。いや、ここは日向で暑いですよ。ちょっと日陰ないですかね。ああ、そことかな。ああ、はいはい。お疲れ様です。お疲れ様です。うまい。うまい。もう初めの山の時点で結構暑かったですよね。はい。もうすごい暑かったもん。激熱でしたよ。人と会話してるとき暑かったもん。うん。どんぐらいの距離なんですか？道の駅から駐車場。13.4 しか歩いてないんですね。そうですよね。案外、暑くて前に進んでないんですよ。あ、じゃあもう、走るを優先順位ナンバーワンにしたってことですか？駅がなんか変に遠いんで。ああ、なるほどね。
よし。行きましょう。はい、道の駅。じゃあここで待ってますよ。最初なんて場所でしたっけ？明神山駐車場で。7キロなんで走っちゃいます。あ、そうですか。はい。超今更な。日焼け止め。はい、うん、まあ。じゃあ気をつけて。ゆっくり待ってる。はい。じゃあ行ってきます。最後歩いちゃいました。明神山駐車場。はい、到着。暑い、疲れた。いや、お疲れ様でした。お疲れ様です。なんてスーパーが、こっちにないですね。奥、ですね、奥は行きます。目的地は左側です。お疲れ様でした。ここか。ありがとうございます。お疲れ様です。現在の時刻は5時0分です。ちょうど5時だ今。しばらくこの道で舗装路を普通に上がっていくみたいですね。行きは多分行き右のね、帰りこっから出てくる感じだと、はい、に引いたんで、ここはこっちかな。そうされてるのか。よいしょ。はい、クスノキ城跡、上赤坂城あと到着です。すごいですね。あのタワー何なんですかね。通天閣ですか。あれじゃないですか。アベノハルカス。なんつうんだっけあれ。太陽の塔とか。芸術は爆発だの人。名前忘れちゃった。多分あれですよね、形が。はい、あんなでかいんですね。思ったより僕もうちょっとちっちゃいのかと思ってた。はい、なんて人だっけ。芸術の爆発の人。なんだっけの人。岡本太郎。岡本太郎だ。どうします。僕こっち。はい。僕ちょっと行ってみていいですよ。もし破ってるようなら戻ってくればいいし。はい、わかりました。調査してきます。うわ、蜘蛛の巣。いいっすよ、戻ってきて全然。お、動物が何かいる。あ、ロープがあります。あ、プンヤマさんがいる。全然道になってないんですね。普通に こっちでさえ破ってますよ。あ、そうでしたか。うん、倒木が多いです。
今日はくぐれ今思った。いや、もうちょっとです。でも、多分すぐそこです。こっちは棒梁山。645メートル。棒梁山。棒梁山、645。へぇ。あ、はい。後で行きます。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。はい。気をつけて。はい。で、もうちょっと行くと分岐点あたりが瀬戸ということです。カタカナで瀬戸。こんにちは。こんにちは。こんにちは。君の足だったらもう30分か、そこらで山頂行くと思います。ああ。3、40分で。あとちょっとですね。同じ、青毛やろ？トイレのとこから。道の駅から来たんですけど。道の駅？はいはい。あ、桂木の？ひらがなでなんか。桂木か。カツラギってひらがなでしょ？ちゃうちゃうちゃう。クスノキ城のところを通ってきた感じ。クスノキ城？千早赤坂。そうですそうです。です赤坂。はい。ちっちゃな道の駅でしょ？そうですそうです。ちっちゃな道の駅でしょ？はいはい。えらい遠いとこから来てる。そうね、聞いたら。車はどこに置いてあるの？その道の駅に置いてあるんで、はい、照らし合わせながら見たら。うん、見て、で、自分は道の駅も乗ってる。おはようございます。おはようございます。おはようございます。道の駅も乗ってますわ。はいはいはい。で、自分はここ行きたいんけど、どう行ったらいいですかって言ったら。はい、わかりました。じゃあすいません、ありがとうございます。頑張ってね。ありがとうございます。どういうルートで行くんですか？連れなんです、今走ってたの。は、早いから先行ってって今。あそこから来たらしいね、あの道の駅から。とんでもないとこからよう来たな。あそこで、僕埼玉。埼玉。はい。彼は？埼玉。埼玉。埼玉。うちの弟埼玉。用心山って上に展望台あるとこやろ？そうですそうです。360度結構見えるところ。金あって。金あります金あります。なんで用心山なんか登ってくる？いや、ちょっと大トレにつながるから、ちょっと大トレ。の手前からやろうかなと思って、はい、で明神山なんか駐車場結構しっかりしてるから、うんうん、どんずる棒行ってきたわけ。そう、どんずる棒、明神山でどんずる棒の、私そっから明神山からどんずる棒行ったことあります。あ、そうですか、うん、昔、はあ、あの大きな岩の、そうそうそう、みたいなところ、あの初めて見たですよね、奇岩な、で、あなたはどう行くの？僕も後ろかけます、後で、はい。いや、あとでじゃあお会いしますまた。どうもどうもどうも。じゃあ後で押してもらいます。こんにちは。そうですね、ジンバル機能があって。ジンバル機能あるんですね。はあはあ、お詳しいですよ。いやいやいや、見るだけ。見てるだけです。
あ、時間なのか、ちょっと。金剛山頂到着しました。はい、金剛山頂1125メートル。さすがに1時までは長いな。いや、僕はいいんですけど、コースさん長いですね。やることないんじゃないですか。お兄さんどっか来はった。普段あの見えへん。ああ、あの埼玉。埼玉。1500回登頂だ、500回登頂だ、いっぱい書いてあって。4500回。雪積もったわけで、こんな雪積もるんですね、うん、いや、それ少ないよ。あの、多い時やったらな、うん、いや、自慢倒しつまんな。いえいえ、行きますか。はい、順次。じゃあちょっと、切り板は行きたい。行ってきて。よし、よく来てくれはったな、今年3年目。自分初めてね。あとで、記念に写真撮ってくれはんや。かまへん。あ、いいっすよ、いいっすよ。はい、あの、一言主神社ってなんねん。一言主神社、うん。な、それ一言主神社ってごっつ有名やで。人殺し神社。いや、一言主。一言主いうことな。な、な。そのな、はい、あの、吉田るいっていうな。いますね。ちょっとお酒の好きなおっちゃん。はい、この前来はってん。あ、本庄も波も登ってましたよね。え、本庄。あ、そうそう、本庄も、うん。あの人も足丈夫やからな。うん、な。うん、割と切れない人な。うん。これ来てもらいます。あ、僕じゃなくて。いやいや、みんなみんなみんな。3人。ご主人、こっち来て。僕はここ。うん、そこそこ。ちょっとお願いできますか。ちょっと待ってもらうな。もっとこっち来て。はい、この辺より前映らないのに。この辺はええねん。だからな。どんな感じですか。ん、そう。ちょっと手上げて、やったーって感じ。こんな感じ。そうそう、やったーって感じ。はい。2枚ぐらい、もう1枚。はい、すいません。お宅の？あ、いいです。ありがとうございます。すいませんね。あの、もう1枚できる。すいませんね。縦と横、1枚ずつ。しんどそうな顔してんと。あ、はい。みんな入ってばっか。で、まっすぐ、まっすぐ伸ばして。ありがとうございました。では、お疲れのところすいません。じゃあコフさんは水を今から汲みに行くそうで、気をつけて行ってきてください。はい、行ってきます。いってらっしゃい。あ、涼しい。川が綺麗。水場ありました。これ2リットルぐらい、もっとか。ということで、もう一度ね、金剛山に登っていこうと思います。ありがとうございます。今年もやってみました。どうだ。
はあ、やっぱりそうです、9月なんで。いや映っても見とったんですわ。あ、そうなんですか。え、いや、ライブカメラですよ、今朝の。あ、見たんですか。あれどっかで見た、あれやな。え、もしかして、あの、来る予定なかったんじゃないですか、今日。いや、今日は来る予定でしたよ。大丈夫ですか。あ、そうですか、はい、僕がお会いした時、はい、2年間、はい、考えると多分この時間はアウトな時間だなと思って。で、さっきご常連の方がいたんで、ちょっと一言、はいはいはい、あの人、タイガースの、あ、その人もさっき来ました、はい、来た。その人は話しかけなかったですけど。あ、そうですか。もうこの時間は多分確率低いよって言われて、いや僕もそう思いますって言ったんですけど。あれからもう1年でした。そう、そうです、9月ですからね。あれね、去年9月1日なんですよ。あ、そうそうそう。今日は2人で来たんですよ、埼玉から。あ、そうです。1人今、あ、先生、はい、2人並んどったから同じこの前。ああ、あれなんで2人多いんだろう。去年台紙買ってもらったじゃないですか、はいはい、カードいいですよ。新しいカード、はい、ありがとうございます。はい、これです。ああ、すいません。じゃあ、はい、ね、ここに住所、名前書いてください、はい、だからしっかり持ってきました、はい、私2個目のハンコをしてもらおうと思って。そうだった。7時までやります。ああ、ありがとうございます。お疲れ様です。あ、どうでした。水めっちゃ冷たかったです。いい水ですよね。はい、たっぷり水持ってきました。ああ、すげえ。来ましたか。いや、イベントやばいですね。まあでもしょうがない。うわ、冷たいっすよ、もう。つがれた瞬間わかる。いただきます。おいしい。あ、よかった。おいしいっすよね。はい、水おいしい、うん、来ました。コウさん、実は先行して会って今回はお供させていただきました。わざわざ。どのぐらいかかるんですか。12時間。全部下道だから。下道で。うわ。マジ。あれ、今年はあれですか。いつもあのこの季節遠征でどっか行ってた。今年は行って。あ、もう行ってきました。あ、行ってきました。行ってきました。どちらの方に。あ、富士山まで。あ、富士山。また富士山行かれたんですね。はい、あれ、あ、富士山。富士山行ってきました。何口から行かれたんですか、今年は。今年はね、1合目から、吉田。吉田ですか。そうそうそう、駅からあの鳥居のある辺から。そうそうそう、北口浅間寺。御殿場の。御殿場から。はい。3回行って3回ともそれで、他のところ知らないんです。あと1分です。はい。両サイドに並ばせてもらう。不思議な構図で、なんか T シャツ。T シャツ。ね、そう。そう。寝てから帰って帰って。わかりました。ありがとうございます。はい。事故るだもん。はい。じゃあまた来年も。はい。ありがとうございます。失礼します。失礼します。じゃあちょっとハンコしてこようかな。これ。ありがとうございます。こんにちは。はい。お願いします。また名前入れといてね。あ、そうだ、入れてね、はい、はい、うん、1年ぶりに来て、はい、ね、ここに住所、名前書いてください、ね、あ、はい、わかりました。次回こう押してくれへんから。あ、はい、ありがとうございます。また来ます。頑張ります。まあ家帰ってゆっくり帰ってください。わかりました。今度5回でしたっけ。5回、はい、あと3回頑張ります。ありがとうございます。じゃあ帰りましょうか。お待たせしました。いい、こっちの方が高いんだ。若干そうです、ね、はい、ここがセット防流ルートということで、防流山先ほど登ったんですが、で帰りは多分こっちなんですよね。帰りはこっち側で別ルートで
道の駅へ向かいます。分岐です。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、777と7779両方にがわらべ小屋。怖えな。これじゃあ避難小屋なんですよね。そんな感じしますよ。ここだけ。ああ。乾杯しましょう。見ないです。乾杯。いただきます。いただきます。確かに。すいませんが、よろしくお願いします。はい、私は重兵物、盗聴してる人への伝言を自分の留守電に入れるわ。私の会社で開発している真実を言う薬だ。